ヨミチのこと考えて待ってたとこやった？ほんまかいな。ほんまかいな。何人のこと待ってるん？ほんまに私だけか？へいへい。私だけなのか？眠いんじゃないの？めっちゃ眠い。めっちゃ眠いです。よくぞお気づきで。眠いですね。とっても眠いです。昨日全然寝てなくて、はい、眠いですね。玉なぎさんこんにちは、みっちゃんさんこんにちは。ほんまやで、みっちゃんやで。ありがとう、信じるわ。ほんならなんかやばいこれ。岐阜競輪チャンネル視聴中。あ、ずっと何日もやるやつやろ。やばいな。え、蜂に5回ぐらい刺されたことあるって、やばくない？どういうところに行ったん？ただいま、玉ねぎさん帰ってきました、大阪に。今日ヘアアイロンしてなくてさ、ヘアアイロン今からするね。ちょっとぐちゃぐちゃ髪の毛。あさってまでなんや。あさってまで毎日すごいよね、本当に。本当すごいっすよね、大変そう。大変そう。よいしょ、ちょっとパソコンでダウンロードセンターカモンがあったんでダウンロードしようかなと思ってるんですが、あれ、やっぱ目がピクピクしてる。あれしてるかよ、夕方やると思ってなかったセーフ。帰ってきてちょっと出かけるんで、今からそうちょっと出かけちゃうから、出かけて帰ってきたらね、何時になる心なと思って一回やりました。イエーイ、やらせていただきました。このアドレスじゃないけん、これか。ビビムさんこんにちは。あ、ミニラジオ局さん、カウントありがとうございます。よろしくお願いします。あ、動物園の飼育員、すげえ、それはやばい。そんなんやってたん？それすごくないですか？動物園の飼育員やってる人なかなかおらんぜ。すんごーかっこいいですね。大変そう。でも飼育員5個刺されたわ、やばいな、ね、確かにやばい。痛そう。私蜂には刺されたことないですけど、ないけど想像しただけで嫌だもんね、蜂って。なんかさ、今あれなんでな、ログインできやんねんけど、一役したらやるのかな、できそうであればやろうかなって思ってるけど、できるのかって感じ。どうにかしたいよね。でもね、お、玉ねぎさんナイスダルムさんありがとうございます、イエイ。あ、アンジービーポップアップ気持ち悪いな。おお、行くんですか。あれ、なんでログインできひんの、マジで。なんでな、ちょっと待ってな、みんな来た。あ、ダルマさん100個です、ありがとうございます。そう、今もやってるんですか、あの動物園の飼育員、動物園の飼育員今もやってるんですか、タッキーさん。すんげえかっこええな、さすがですね。これかな、これかな。明日夜中でもいい、明日休みです。了解了解です。今日私でも多分無理だな、あの夜中は寝てまうな。4時半ぐらいに起きてて、でも1時ぐらいに寝てるから眠いな、ね、睡眠足りてない、神枝美香的足りてない。そろそろさ、病院も行かんとね、やばい。よいしょ。皆さん蜂に刺されたことありますか？なんか刺されたことなくてもあいつらは刺してくるんやって思ったらさ、それだけでなんか怖いよな。
刺されたことないからってこううかうかしてられへんっていうか。お、今日の最終レースが開催されます。おー、勝ってるんですか？見てるだけ？よいしょ。すごい。2年以上もやってるんですか？すんごー。見てるだけなんや、しんじさんは。買うとね、だってね、喜ぶ可能性もあるけど落ち込む可能性もあるからな。こんにちは、きょうさん。ワイシャツに入ってきて刺されたことある。それもうほんまに、それはやばい、トラウマになるわ。そんなことある？ワイシャツの中に入ってくるはやばくないですか？怖すぎるんだけど。やだ、絶対だ。でも私、あれはありました。スペインで引きずった床からアリがたくさんレースのドレスに登ってきて、引っかかって登ってきて、で足とか足の甲とかめっちゃ刺されてさ、アリに、大量のアリに。もうそれはトラウマでしたね。一人でアリ退治してた。あ、子供の頃にあるんや。開けると外れた時に口が悪くなってしまう。50巻って感じです。ナイスです、ありがとうございます。やばいな、蜂刺されたことなくてほんま良かったって感じやな。その話聞いてると。あ、ちょっと待って、ここ多分やけどしてるから一瞬待ってくださいね。一瞬経ちますね。ここ多分鏡見ずにやったらやけどする。よいしょ。こうできた？よいしょ。配信のこの画面を鏡としてヘアアイロンしてたんですけど、こっち側は多分ここジュッてやるなと思って。ヤグオトさん、こんばんは。服の中でブンブンしてた。最悪すぎ、怖すぎ、やばすぎ。それはマジでやだ。よいしょ。じゃーん、メイク完成。メイクじゃない？あ、いろいろあって今昼休憩中。おお、遅かったんですね、休憩。大丈夫ですか？疲れてそうね。あれだったんかな、忙しくて休憩取れんくてみたいな感じでした、ひょっとして。お、大荒れの予感。どうなる、どうなる。緊張だね。まあでもしんじさん勝ってないけど、勝ってないけど緊張。競輪は知らんからな。え、競輪でしたよね。え、競輪は知らんからな。一回ね、ミクチェでね、あれ競輪でしたっけね、イベントあったけど、1位やったのにまさかに番組出れないっていうことがあってからはあんまり競輪とは関わってないな。イベントでね、せっかく皆さん1位にしてくれたのにまさか最終選考で落ちるというすごい悲しいことがありまして。あー、山の方は確かに虫めっちゃいますね。カナブン、カナブン、臭いやつや。臭いやつや、カナブンって。やだやだね、それ。ツツジ、あー、その時に刺されたって。ツツジを吸ってこう、そのとこにいっぱい蜂がいてやられたみたいな感じですか？
完全食料奪うなと思ったかなかな。あ、カメムシか。カナブンってどんなんだっけ。カメムシは、そっか、カメムシとカナブンの違いどんなやったっけ、見た目で。そっか、ちゃうな、確かに。カナブンとカメムシ、え、どんなんやったっけ。うぞー、帽子にカメムシくっついてた、臭いやつ。あの消臭力の逆バージョンみたいな感じでね、香水みたいな役割を。それやだね。でもね、あー、カナブンは緑色。あれ、カメムシも緑色じゃなかったっけ。カメムシはテカテカじゃないんけ。お、今から阪神球場ですか、楽しんで。池さん、もっちうまい。ゆうさん、こんにちは。ちゃうけ、カナブンもカメムシも緑色やと思ってた。どっちも緑じゃないんけ。あ、チロルがわわ言ってる。チロちゃんがわわ言ってるよ。よいしょ。チャンシューリって聞こえる。阪神巨人やばいね、盛り上がるね。茶色のカメムシもいるようだって、キモキモ。ナイストゥミーチュー、ナイストゥミーチュー、モッチーさん、ナイストゥミーチュー。うるさい言われてる、お父さんに。今何時や、あ、5時前か。ご飯の時間かな、ひょっとして。だからワンワン言ってるんかも。今日降ったんですか、スペイン。スペインこの時期なんかあんなに急に雨降り出すから、それでかな。マジか、すごい、私より皆さんの方が詳しいっていうねニュースをしっかりこうチェックしてはるっていうね。あ、あった、赤色探してた。玉ねぎさん、ナイスハート、ありがとうございます。みんな今日はチロル、クロちゃん、チロルです。クロちゃん、モッチー、エミチにさん付けられた何年ぶりよだって。あ、私の知ってるモッチーさんですか。あれ、なんでこれうまいこと言ってないの。頑張れよ。ならば雨降ったって、うん、長らく会ってないからな、やっぱ距離感もできるよねそう、久しぶりに会うとやっぱどういう感じか分かんないね。よいしょ。よいしょ。知ってるもんちぃです。スペインで票に当たって子供が亡くなったニュースなんてなかった。今日昨日と、私ニュースとか全く見れてないんやけど、今日昨日のやつかな、ひょっとして。テレビも一切3日間ぐらい つけてなかった、ホテルで。票だっけ、4年以上当てないからねって。あーなるほどね。ジョーちゃんのワンちゃん、ジョーちゃんのワンちゃんここにいたらびっくりするわそうやった、そうやった。池さん、ジョーちゃん大好きなんやった。よいしょ、メイクを直しております。昨日かな、昨日なんや。拳ぐらいの大きさの風、それやばいな。ああ、卒業してスペインに行って初めて帰国した時のイベントがそんな感じでしたねって。お久しぶりですみたいなテンションやったってこと。いや、久しぶりやった。人見知りなんですよね、本当に。見えないって言われるんですけど、
人見知りなんで距離感とかちょっと分かんなくなりがち。そう、機械トラブル長引いてるんですね。やだ、なんか目めっちゃヒリヒリする。なんでだろうね。やばいね、ひょう怖怖すぎるな、ひょう。そうなんだ、バーベキューイベントロスです。やりたい、またまたやろうね、バーベキューイベント。でもひょう怖いな。そんなん、ほんまにひょう降ってきたとかなっても絶対になんかこうわーとかやって外に出て行ったりとかして絶対あかん。覚えとこう。怖すぎるね、ほんと。そんな子供が外出て行ったのかどうかとかはさておきやで、多分ちゃうと思うよ。うん、けど気をつけなあかんな、怖いな本当に。頑張って直そうとしてくれてたんちゃう、しんじさん。カタルーニャで、水虫さん最近配信来てるって。水虫さん最近来てないかもしらへんね。確かに言われてみると来てないかも。え、体調やばいとかですか、大丈夫なのかな。玉ねぎさんやんなって感じでした。久々よってやっぱね、分かんなくなっちゃったりねしちゃうんですよね。そうなんですよ。あ、池さん、そう、さっきしんじさん言ってたわ。よいしょ。カタルーニャは私の住んでるとこやわ、確かに。カタルーニャ今の時期結構急に雨降ったりするんですよね。今日はなんでかは分からんけど寒かったんかな。あ、お仕事いってらっしゃい、玉ねぎさん。ありがとう、来てくれて頑張ってね、いってらっしゃい。カタルーニャでか、やだね。そんなニュース、楽しいニュースが聞きたいよね、本当に。どうにかね。あ、移動になって元気なかったって、そうなん、大丈夫。そうなんや、移動になっちゃったんや。え、やばい移動ですか。最終レース、ようやく再決勝。お、ボートレースね。みみちゃんの試験動物、今でも馬です。馬好きだよ。よし、ほんならそろそろ配信終わるかな。ケイリン、池さんのあれやろ、カオタンとシマレの社長はボートレース配信番組出てるっていう。ボートレース仕事はあまり変わらないけど、あまりいい噂じゃないし、職場だから横でみたい。そうなんや、どういう職場なんだろうね、気になるね。心配ですね。配信来たら頑張ってって言おう。よし、そしたらそろそろ私はちょっとお出かけしてまいりますので、一旦配信終わりますね。また夜に、夜かな、配信できたらいいなって思います。タイミング見つけたら、ちょっとゲリラで申し訳ないけど、行ってまいりたいと思います、はい、ほんなら皆様ありがとうございました。最後にランキングを読んで終わりたいと思います。エイジの励ましが一番効果ある。そんなこと言ってくれたらもう励ましちゃう。もうビュアさんいらっしゃい。もう始まっちゃうんだ、ごめんビュアさん。すごい音したけど大丈夫。ちょっと待って、めちゃくちゃダウンロードしてる。いいのよ、1個で、1個でいいのよ、大丈夫そう。1個でええんよ、1個だけをダウンロードしてくれ。これもうなんかしてるよ、やだ、どうなってんの。ちょっと待って、やだ、なんかパソコンやばいことしてる今。ダウンロード、ちょっと待って、
1個でいいのに、なんか3つぐらいダウンロードしてる。怖い怖い怖い、やめてやめて、やだやだすぎる。1個でいい、ちょっと待って、何してんのほんまに。こうしたらいいん、ゴミ箱に捨てたらいいん、こうしてよいしょ、こうで待ってたらいい。え、ちょ、もう一回やるわ、ゴミ箱で、これだけやって終わるわ。どういうこと？ OK、 OK、 ダウンロードしてるね、これでね。はい、というわけでランキング読んで終わりたいと思います。いきます、いきます。13位秀早さん、12位ミニラジオ局リンネさん、11位ラグオタさん、10位アトムさん、9位ニャンさん、8位ユサイヤさん、7位デビアンさん、6位みっちゃんさん、5位タカさん、4位シンジさん、3位ユキオさん、2位パーシバルさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。今来てくれた方ごめんなさい、ここで一旦配信終わっちゃうんですけども、また次回の配信来れるように、よかったらポチッとフォローだけしておいてください。ありがとうございました。じゃあみんな行ってきます。またね、バイバイ。めっちゃ目ピクピクしてる。バイバイ、行ってきます。